マンタとか見ました？マンタは、うん、ハワイではまだ見れてなくてですね、ハワイ島で、うん、イルカと撮影したり、あとはオアフの、うん、いつも行ってるダイバーショップ、あの日本人の方がやってらっしゃって、うん、そこいつも仲良くいつもお世話になってるんですけど、はい、あのロイヤルハワイホテルあるじゃないですか、はいはいはい、ピンクのやつ、ピンクのやつです。あそこのまっすぐ海行ったところに、うんうん、沈没船があるんですよ。はい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 、聞いたことある、はい、でそこに潜水艦がこう回って、うん、観光客の皆さんとかいるんですけど、そこによくダイビング行くんですね、うん、でその一番下が30ぐらいなんで行けるんですよ、はいはいはい、そこにいつもホワイトチップシャークの夫婦がいるんですよ、うん、本当結構もう多分3メ4メートルぐらいあるんですけど、そんなでかいんだ、大きいんですよ。でその沈没船のそこにいつもいるんですよ、うん、2匹で、うん、で近くにあの黄色いチョウチョウウの群れがいて、もうそれをいつも確認しに行くのがすごい好きであ今日もいるみたいな、仲良しだなこの夫婦はと思って、あいいねいいね、なんか挨拶行くみたいな、そうなんですよ。でこう船の上とかにもウツボが、うん、なんかこう煙突のところに巣作ってこうやって行ったりするんで、そこをじーって見たりすると、うん、たまにこうブーって音が聞こえての潜水艦がこう回ってくるんですよ、観光のな、そうです。でよく見ると子供とかがこうやって見て、うん、あのちっちゃい窓から見てるんですね、うんうん、だからなんかすごいサービス精神やっちゃったりとかするんですよ。こうぶら下がったりとかあの船の紐のとこぶら下がって鯉のぼりみたいにしたり、なんかちょっとアクアマンみたいな感じでいるとすっごい子供うわそうだろうな、手振ってくるんで、私もこうやって手振ってめっちゃドヤ顔、きっと潜水艦の中でさ多分さいろいろこうさガイドの人とかがさ、はい右の方に見てください、あそこに美しい女性がいます踊ってますみたいなこと言ってるに違いないね、それで、ね、すっごいこっちもドヤ顔で手振ったりとか、いい、ねいいねいいね、そういうのいつもこうハワイに行って、うん、ちょっと別でお休み何日間か撮って、うん、それか前に前後で撮って、うん、あのいつもそこのダイバーショップの方と一緒に、いいな、ずいぶん行ってないなハワイも、僕は好きです大好きですけどね、やっぱりね、いいよね。ハワイと何食べんの？まあもちろんポキ丼すごい好きなんですよポキ好きな人多いね。そうなんですよ、しかもなんかあの、うん、お母さんとかがやってる、はいはいはい、あのチャッチャッてこうダウンタウンで出すもうあれが大好きなんですけど、アボカドも入ってるやつ、ね、そうですもうなんかもうお母さんみたいなポキ丼がすごい好きなんですけど、うん、でも本当に行くのがゆっちゃん冷麺っていう、はい、冷麺屋さんなんですよ。で韓国のお母さんがやってらっしゃるんですけど、いわゆる韓国冷麺ってやつ、韓国のクズのクズ麺の冷麺と、はいはい、あとカルビのセットがすっごい有名なんですよ。でも、あの日本でもできたんですよ。あ、そうなの、ついにこの前その店がゆっちゃん冷麺、冷麺、ゆっちゃん冷麺っていう店で、なのは、ま、ゆっちゃん、ゆっちゃんです、はい、でそこが初めて連れて行ってもらった時に、はい、ハワイに来て韓国冷麺ってってすごく思ってたんですけど、うん、めちゃめちゃ美味しいんですよ、まあ、いっぱいあるからね韓国料理屋もね、そうもちろんもちろんコリアンタウンとかチャイナタウンもあるんで、うんうん、でもすっごく美味しくて、あと、うん、生姜がとてもいいんですよ。あで、あの氷とかも入っててすごくキンキンなので、うん、暑い時にも食べるのも最高ですし、うん、消化もいいので、あのジェットラグ、はいはいはい、でちょっと胃疲れるじゃないですか。そうだね、まあ、ハワイはちょっと時差あるからな、ちょっとあるんで、うん、でそういう時に食べるとなんかこう程よくお腹いっぱいなんだけど、うん、こう体がすっきりするというか、うんうん、でキムチとかもあるの で、うん、でそこについてくるカルビとプルコギ選べるんですよセットでどっち選ぶの、カルビ、いつもカルビです。あ、骨付きのやつな、骨付きのカルビです、ね、こう切ったやつな、そうです、あれがやっぱりね、あれうまいな、そうです、あれをこう食べながら、うん、熱いちょっとタレ感とこう冷たい、うん、つるっとした冷麺とこの交互で、ニコルちょっともうやめてくれきつい腹減ってきた美味しいんですよ、これが美味しいんですよ、間違いないやつじゃん、だってそうなんですよ、やっぱちょっとアメリカのフードもちょっと多いので、うん、あのまあ、ハワイはその日本寄りのご飯もすごいいっぱいあるので、すごく馴染みいいんですけど、うん、もうたまにちょっとすっきりしたの行きたいなって時に、はい、ゆっちゃん冷麺これもう本当におすすめです。あ、皆さんぜひね、いつかちょっとさハワイにも気軽に行ける時が来ると思うからさ、うん、それを信じてね、はい、その時はゆっちゃん冷麺行きましょう、はい、ぜひ